今回のタイトルは 80% を超えるバリデーターの指示により XRP レッチャーに新しい機能がです。ぜひ最後までお付き合いください。 DEX オファーのマイナーな問題を修正するフィックスリデュースドオファー V1 修正案がバリデーターの 80% 以上から支持を得て2週間のカウントダウン期間に入ったことから、 XRP レッチャーは今後数週間のうちに新しい機能を受け取るように設定される可能性があります。2週間にわたって賛成票が 80% を超えるとフィックスリデュースドオファー V1 が有効になります。報告されているように XRP レッチャーリップルサーバーバージョン 1.12.0 が9月にリリースされました。XRP レッチャープロトコルのリファレンスサーバー実装であるリップルドのバージョン 1.12.0 では新しい機能と3つの新しい修正 MM、クローバック、フィックスリデュースドオファー V1 が導入されました。これら3つの修正案のうちフィックスリデュースドオファー V1 修正案は過半数を達成しコンセンサスで 82.86% を獲得し14日間のアクティベーションカウントダウン期間に入ります。XRP レッチャーの修正プロセスでは 80% を超えるバリデーターのサポートが2週間続いた後にのみプロトコルの変更が許可されます。その結果 XRPL ノードオペレーターは最新バージョン 1.12.0 にアップグレードすることが推奨されます。これを行わないと修正がブロックされる危険性があります。フィックスリデュースドオファー V1 はオファーの削減によってブロックされるオーダーブックの発生を最小限に抑えるため XRPL に待望の修正を提供すると期待されています。この修正により減額オファーの為替レートはテイカーの観点から元のオファーと同等かそれよりも良くなるように四捨五入されます。これにより減額されたオファーを元の完全な数量に一致するオファーによって消費できるようになります。四捨五入した合計は 1XRP ドロップ以下です。この修正がなければ残額が極めて少ないオファーでは四捨五入後の為替レートが以前よりも大幅に悪くなる可能性があります。これにより非常に小さなオファーが同じオーダーブック内のより良いオファーの受け入れをブロックする可能性があります。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。